はい、ロイドです。お忙しいところすみません。今大丈夫ですか？ああ、一区切りついたところだから大丈夫だよ。緊急の要請が入ったのか？いえ、ロイドさんたちに直接頼りたいという方がいまして、貿易商のハロルドさんとおっしゃる方なんですけど。ああ、知り合いだけど一体どうしたんだ？それが、市内のパレードを見ている最中、お子さんが迷子になったそうなんです。そうか、わかった。どこで待ってもらってるんだ？警察本部の近くにある噴水の前のベンチのところです。どうやらその近辺でお子さんとはぐれたらしくて。わかった、すぐに行ってみるよ。はい、よろしくお願いします。どうしたの？なあ、貿易商のハロルドさんから俺たちに頼みがあるらしい。パレードの最中、お子さんが迷子になったそうだ。それは今日の人出だとはぐれたら大変そうですね。ってことは祭りには定番の迷子探しのミッションってわけか。ああ、多分ね。警察本部近くの噴水前で待っているらしいから、とにかく事情を聞きに行こう。皆さん、どうも、お久しぶりです。そのパレードを見物していたらお子さんとはぐれてしまったとか？そうなんです。私がしっかりしていなかったから、あの子が、ゴレンが。ソフィア、落ち着きなさい。すみません、皆さん、息子とはぐれたのは3時間ほど前、この広場でパレードが通過するのをちょうど見物している最中でした。すぐに妻が気づいて、二人でこの辺りを一通り探したんですが、見つからなくて、思い余って警察を頼らせていただきました。いえ、よく相談してくれました。どうやら私たちで手分けして探した方が良さそうね。ああ、巡回中の警官も今日ばかりは忙しそうだしな。そうなると割り振りを考える必要がありそうだ。そうですね。ま、別々に探して通信で連絡を取るのが一番だろう。着きなさい、皆さん。私たちは一旦住宅街にある自宅に戻ります。その近辺の捜索は私の方で一通り行いますので。なるほど、その方が効率的でしょうね。自分たちは手分けして他の外区を一通り探してみます。それから息子さんの手がかりになるものを何かお持ちではないですか？写真があれば一番ですけど。あ、ちょうど記念祭で撮った写真を現像してもらってたんです。確かここにこれです。かわいい、男の子なのに美人さんですね。コリン、ほら、一旦うちに戻ってコリンが帰ってくるのを待とう。ひょっとしたらうちの方に戻ってくるかもしれないし。でもあの時みたいなことがあったら。大丈夫だ、もう絶対にあんなことは。あの時何か事情があるみたいね。すみません、取り乱してしまって。そのちょっと事情がありまして。いや、気にしないでください。そうだ、写真の他に普段コリン君が持っているような品物はお持ちではないですか？うちには警察犬もいますので、匂いでたどれるかもしれません。おう、じゃあこれを。あの子の持っていたぬいぐるみです。あ、ミッシーのぬいぐるみですか。それでは
お借りしておきます。まあ焦ったって仕方ねえ。町の中にいる限りは安全だろうし、俺たちにどんと任せてくださいよ。はい、ありがとうございます。それでは皆さん、息子をよろしくお願いします。さてと、どう手分けするかだけど、その前に。はい、呼んでみます。斉藤、来てくれたか。お疲れ様。自分が来たからには大船に乗った気分でいるといい。その幼子の匂いは完璧に嗅ぎ当ててみせようだそうです。助かるよ。っていうか、来たばかりなのになんでそんなに詳しいんだ。やれやれ、相変わらずとんでもねえやつだな。まあそれはともかく、この広いクロスベル、どう分担して捜索しましょうか。私はサイトに同行します。彼の言葉を分かる人間がついていた方がいいでしょう。そうだな。だったらティオにはこのぬいぐるみを渡しておく。サイトにコリン君の匂いを探ってもらってくれ。了解です。俺たち3人は手分けして外区を担当しよう。俺は歓楽街から裏通り、中央広場、駅前通り、それから西通り、ランディは東通りと旧市街全般、エリーは行政区と港湾区全般、そんな分担でどうかな。あら、あなたの担当だけ相当広い気がするけど。いや、行政区も港湾区も広いし、旧市街だって入り組んでいる。その点俺の担当はよく通る場所ばかりだから、ちょうどいいバランスのはずだよ。なるほど。まあとりあえずその分担で始めてみようぜ。進展があったらお互い通信で連絡を取ればいいんだな。ああ、そうしよう。それではコリン君の捜索ミッションスタートですね。さてと、俺の担当はこの歓楽街と裏通りと中央広場と駅前通りと西通りになるか。闇雲に回っても仕方ないから、一つ一つ外区を渡っていこう。屋内に関してはキリがないから、受付の人を中心に聞いてみるか。あれ、
お客さんがいない。そうか、午後のステージはもう終わっているのか。ロイドさん、あら、どうかしたの？イリアさん、リーショ。何何、私たちに会いに来たの？夜のステージまで時間があるから一緒にお茶でも飲む？あ、いや、仕事で立ち寄ったんです。実はそれは心配ですね。確かにここって子供も楽しめる場所ではあるし、公演中に紛れ込んじゃった可能性はあるかもしれないわね。よし、ちょっと待ってなさい。休憩中のメンバーにも声をかけて入り込んでないか確かめてみるわ。な、うん、そこまでお願いするつもりじゃなかったんだけど。イリアさんって思い立ったら一直線ですから。私も見回ってきますから、ロイドさんはここで待っていてください。とりあえず劇場の中にはいないみたいね。すみません、お力になれなくて。いや、そんな、こちらこそお手数かけました。そのくらいいいわよ。一応劇団長と支配人にも男の子のことは伝えておきます。もし保護したら警察の方に連絡すればいいですか？ああ、それが確実だと思う。ありがとうございました。夜の公演も頑張ってください。弟くんの方もね。ロイドさん、またいらしてください。こちらロイドです。こちらランディ。東通りは一通り調べた。ギルドの受付にも聞いたが、それっぽい手がかりはないな。わかった。こちらも歓楽街は白。引き続き捜索を続けてくれ。あ、よいさ。ちゃんか。ごきげんよう、お兄さん。一ヶ月ぶりかしら。ああ、それくらいになるかな。また一人でアンティークショップに遊びに来たのかい？ええ、それとお祭りの見物をね。パレードがあったけど、お兄さんも見物したのかしら？いや、仕事を片付けているうちに見逃しちゃってさ。しかし困ったな。一人にするのもなんだし、用事がなければ人形工房まで送っていくところなんだけど。あ、ところでお兄さん、一人で何をしてるの？また誰かとかくれんぼをしてるのかしら？いや、実は迷子を探していてさ、今日のパレードではぐれちゃったらしいんだけど、まだ見つかっていないんだ。そうだったの。写真か何か持っている？レンが知ってるかもしれないわ。そうだな、一応見てもらえるかな。どうした？ひょっとして見覚えがある子だったか？うん、で、こんな子見覚えないわ。そうか。可愛い男の子ね。お兄さんはこの子を探しているのかしら？ああ、仲間と手分けしてね。早く探してご両親の元に返してあげたいんだけど。この子を探すのを手伝ってあげるわ。え、前に言ったでしょ、
レンはかくれんぼが得意だって。この子がどこにいるか多分突き止められると思うわ。いやでもこの子を一人にするのもなんだし、とりあえず一緒にいてもらうか。いざとなったら支援課で待っててもらってもいいし。わかった。それじゃあよろしく頼むよ。しばらくお兄さんと一緒についてきてくれるか。いいわ、よろしくね、ロイドお兄さん。なあ、こちらこそ。もしもし、エリーです。行政区の捜索が終わったわ。コリン君は見つからなかったけど、似た子を見たという人がいて、親御さんがいない状態でパレードの最後尾のあたりを追いかけていたみたいね。そうか、それっぽいな。引き続き公安区の捜索を頼む。聞いてたのか。どんな車両だったんだい？ミッシーっていうマスコットキャラが乗った車両よ。なかなか楽しいデザインだったわ。なるほど、いかにも子供が好きそうだな。となると出店は外して子供や受付の人を中心に聞いてみるべきかな。さすがに人が多いな。でもここは一応聞き込みをした方が良さそうだ。レンも賛成よ。まあ受付のお姉さんたちと子供客くらいでいいと思うけど。なあ、俺もそう思ったけど。レンちゃん頭いいんだな。ちょっと自信はあるわね。
はい、ロイドです。ディオです。サイトと一緒にコリン君の匂いを辿っています。ですが人が多すぎるらしく、匂いも途切れることが多くて完全には追跡できていません。そうか。ただ町の南口から出たり駅に入ったりはしていないそうです。先ほどそちらを回った時にサイトが言っていました。そうか、わかった。その調子で町の外に出てないか他の出口も確かめてくれないか。了解しました。町を反時計回りに回りつつ次は東口方面に行ってみます。ああ、よろしく。あの時の狼さんが一緒なのね。でも警察犬にしちゃうなんてお兄さんたちもなかなか楽しいことを考えるのね。いや、どちらかというと押しかけられた方なんだけど。って、レンちゃん、なんでそこまで知ってるんだ？ディオフロント。魔獣がうろついている場所ね。視聴者の鍵がないと入れないし、除外しても良さそうね。ああ、確かに。で、だからどうしてそんなことまで知ってるんだ。魔獣のこともそうだけど、視聴者の鍵が必要なことまで。これでもレン、物知りなのよ。クロスベル市なら一通り回っちゃっているし、もう一つの遊び場でもいろいろなものが覗けるんだもの。もう一つの遊び場？まさか。他の場所を調べましょう。かわいいあの子を優しいパパとママのところに返してあげるために。君は、ああそうだな、今はとにかくコリン君を探すのが先決だ。もしもし、ランディだ。今旧市街を回っているところだ。例の坊主だが旧市街をうろついていたらしいぞ。なっ、パレードの見物をしている時に旧市街の子供に誘われてしばらく遊んでいたらしい。その後フラッと東通りの方に戻っちまったみてえだが。そうか、しかし好奇心旺盛というか物おじしない子だな。失礼します。ティオ、なんだこの端末、複数で会話できるのかよ。一応そういう仕様です。町の東口ですが、あの子の匂いはしませんでした。今港湾区を通って北口に向かっているところです。なあ、よろしく頼むよ。俺の方はもう一度東通りを回ってみるか。なあ、その辺りを通ったのは確実みたいだ。念のため回ってみてくれ。おう、任せとけ。あの子なかなか鬼ごっこが上手ね。行政区から歓楽街、裏通り、中央広場、東通りとパレードを追いかけて急に旧市街へ移動。その後東通りに戻って港湾区あたりに向かった。そんなルートかもしれないわね。本当に鋭いな。俺の予想も全く同じだよ。一応仲間が捜索しているからそっち方面は任せるとして、念のため西通りを確かめるけど構わないかな。いいんじゃないかしら。選択肢を潰すのも有意義だものね。
はい、ロイドです。エリーです。気になることがあったので報告するわね。今ちょうどティオちゃんと一緒にいるんだけど。どうも、ロイドさん。なあ、合流したのか。それでどうしたんだ。コリン君だけど、桟橋のところで水上バスを眺めていたらしいわ。その後どこに行ったのかわからなかったんだけど、そこでザイトに頼んで匂いを探ってもらったんです。そしたら桟橋から階段を登ったところで突然匂いが途切れたそうです。匂いが途切れた。ええ、港湾区の南東の端だけど、これってどういうことなのかしら。もしかしてある程度密閉され、匂いが外に漏れない場所、何らかの車両に乗り込んだ可能性があるかもしれないな。あ、なるほど。それなら納得ですね。ええ、レンも同意見よ。そうなるとどこの車両に乗り込んだかが問題になるわね。ところで誰か他にそこにいるの？どこかで聞いたような女の子の声がしますけど。いや、いろいろあってさ、とにかく一旦集まって状況を整理した方が。ねえお兄さん、支援課の端末貸してもらうわね。え、ちょっと待った。エリー、ティオ、ランディにも連絡して一旦支援課に戻ってくれ。その時に一通り説明するから。ええ、分かったわ。よくわかりませんが了解です。ひょっとして動力ネットワークから車両の情報を探しているのか。ええ、そうよ。今から1時間以内に港湾区の南東に停車していた可能性のある車両について、クロスベルの全ネット端末にアクセスをかけて検索しているの。 IBC のメイン端末とそばかす君のデータベースも利用させてもらおうかしら。君は一体何者なんだ。有名な人形師のお孫さんってだけじゃないみたいだな。おじいさんはレンの協力者というだけよ。バテルマテルを直してくれるレンの味方の一人。博士はちょっと信用できないから内緒で頼らせてもらっているの。は、博士、それにパパとママって。わからなくてもいいわ。このクロスベルにおいてレンはただの観察者に過ぎない。キティという名前の。やっぱりか。昨日の追いかけっこはスリルがあってドキドキしちゃった。おばかすくんも結構やるけど、あのお姉さんも相当みたいね。ちょっと面白い裏技を使われた気もするけど。そこまでわかるのか。ただいまロイド、言われた通り戻ってきたけど。あら、その子は確か人形工房の孫娘だったか。ああ、ちょっと事情があってさ。見つけた。ライムス運送会社の運搬車が30分前に駐車しているみたい。次の運搬先はベルガードの運搬車の通信番号。これでいいみたいね。この通信番号に連絡を入れてみて。多分あの子の行方がわかるはずよ。お見事。あの、どうなってるの？さっきから何やってんのか完璧についていけねえんだが。なるほど、あなたがキティなんですね。え？おいおい、マジでどうなってるんだよ。お姉さんも昨日は遊んでくれてありがとう。でもママが、それは後回しにした方がいいんじゃないかしら。まあ確かに。よし、早速連絡してみよう。もしもし、どちら様？クロスベル警察特務支援課の者ですが。よかった、ギルドが警察あたりに連絡しようと思ってたんだ。でも俺どっちの番号も知らなくて、それで親父に連絡して。落ち着いてください。慌てているみたいですけど、一体何があったんですか？それが男の子がどこかに行っちゃったんだ。え、今俺
西クロスベル街道の途中で停車してるんだけど、物音がすると思って荷台を確かめたら小さい男の子がいて、なんか忍び込んだらしくて、このままベルガード門に行くのもあれだし、会社に相談しようとしたんだけど、そしたら通信してる間にその子どっかに行っちゃってさ。どうしたの。ああ、ちょっとまずいことになった。そんな、まずいな、そいつは。なあ、すぐに街道に出よう。大至急そちらに向かいます。あなたは下手に動かないで、その場で待機しててください。その子が戻ってくるかもしれません。よろしく頼む。とにかく急いでくれ。急いで西口に出よう。それとレンちゃん、君はついていくわ。足手まといにはならないから、レンも同行させてちょうだい。でも、ここで待っててくれた方が安全だと思いますが。あの子の行方を突き止めたのはレンよ。だから、レンは最後まで見届ける必要がある。たとえどんな運命があの子に降りかかったとしても。あなた、よくわからんが、妙にこだわってるみたいだな。時間が惜しい。ロイド、連れて行こうぜ。ああ、レンちゃん、君がただの女の子じゃないことはわかったけど、無茶はしないこと、それだけは守ってくれ。わかったわ。それと、レンのことは呼び捨てにしてちょうだい。なんだかちょっとくすぐったくなってきたわ。了解だ。よし、それじゃあすぐにでも西口に向かおう。西クロスベル街道に出てコリン君を探すんだ。ええ、了解です。ティオ、念のため周辺を探ってくれるか。了解です。どうやら町の近辺にはいないようですね。60セルジュほど先に運搬車の反応はありましたけど。ってことはまずは運搬車のところまで行った方が良さそうだな。魔道場か。似たようなものを教授も持っていたけれど、エプスタインの人たちも面白いおもちゃを作ったものね。教授？財団の最新技術の成果と似たようなものを持っていたあなた、ひょっとして。それよりも今は先に進むことにしましょう。かわいいかわいい、あの子がかわいそうなことになる前に。もちろんだ。とにかく急ぎましょう。このままじゃあの子が。おーい、来てくれたか。よかった、急いで来てくれたみたいだな。いえ、お待たせしました。ねえお兄さん、あの子がいなくなってから悲鳴やうなり声は聞こえなかった？もしくは何かが崖下に転げ落ちるような音とか。え、いや聞いてないと思うけど。だったらまだ無事の可能性が高いわね。お兄さん、先を急ぎましょう。ああ。なんつうか。正確な状況判断、とても子供とは思えないわね。キティというのも頷けます。
今のは？どこから聞こえたの？南の方からです。ああ、警察学校とかがある方向だな。よし、急ごう。うち、みたいね。セキセキ。俺の番か。さて、そこ。さあ、先を急ぎましょう。いた！待って！待ってよ！はぁ、あれを追ってここまで来ちゃったのか。ずいぶんと好奇心旺盛なガキンチョだな。それじゃあ保護するとしましょうか。あ、あれは。へぇ。まずい。間に合うか。あの数だと牽制も。残りは片付けるぜ。みんな気をつけて。はい。エニグマ駆動。エニグマ駆動。行くぜ。エニグマ駆動。それ。私の番です。ドライブから。ヤシロ、ありがとう。さてと、ドライブから。ヤシロ、ありがとう。さてと、行きます。ドライブ開始。ありがとう。任せてみや。任せて。行きます。まあこんなもんかね。正直危なかったぜ。そうだ、レンちゃんとコリン君は。もう大丈夫よ。怖い魔獣はお兄さんたちが退治してくれたから。だから安心してもいいわ。ちょっと。どうして泣くのよ。もう危なくないって言ってるのに。あなたなんか本当は助けるつもりなんて全然なかったのに。レンさん、バカみたい。本当バカみたい。見てるだけって決めたのに、絶対関わらないって決めたのに。どうしてレンは。レンちゃん。君の事情は知らない。でもきっと君は君の大切なものを守ったんだ。他ならぬ君自身の手で。その腕に感じてるぬくもりが何よりの証拠だよ。不甲斐ないけど、俺たちは君の手伝いをしただけだった。でも、
それでも光栄に思う、レン。君が、君の大切なものを守る手伝いができて。寝ちゃったか。かわいい寝顔ね。何の罪も知らない、無垢で純粋で真っ当な子。こんなに大きくなったんだ。さっきその子の親御さんに連絡したよ。大急ぎで迎えに来るってさ。そう、君は一番の功労者だ。当然紹介するのが筋だとは思うんだけど。必要ないわ。天の名前も存在もその人たちに伝える必要はない。でもなあレン、君が普通の物差しで測れるようなただの女の子じゃないのは分かった。あの大釜を投擲する能力、キティとしてのハッキング技術、その子の居場所を特定した論理的かつ多面的な推理能力、あまりに多彩すぎて現実味がないくらいだけど、君がいわゆる本当の意味での天才であることは分かったよ。お兄さん、やっぱりなかなか見どころがあるわね。そう、レンの本質はそこにある。あらゆる情報を取り込み処理し、自らを含めた環境を適切に操作する。戦闘技術もハッキングも博士論文も人形の操作もお茶会の作法も全てはその本質によっていると言えるわ。博士論文？つまり君にはわかるってわけだ。何をどうすれば自分の望みを叶えられるのかを。そうよ、どんな望みでもレンは叶えることができる。うん、正確にはどうやったら世界にレンの望みを叶えさせればいいのかがわかる。それがレンの力そのものだから。なるほどね。だったら君は一体何を望んでいるんだ？どんな願いでも世界が叶えてくれるお姫様。でも今の君はどこに帰ればいいかわからなくて途方に暮れた子猫みたいに見える。いや、帰るべき場所は本当はわかっているのかもしれない。なのにいくつもの大きな岩が帰り道を塞いでいて帰れない。そうなんじゃないのか。全ては俺の直感と憶測だ。見当違いだったら謝るよ。だが俺たちは特務支援課だ。困っている女の子がいたらなるべく助けになってあげたいし、一緒に帰ってあげることはできなくても岩を取り除く手伝いくらいはできる。お兄さん、推理だけじゃなくて妄想も得意だったみたいね。あなたなんかに天の何がわかるっていうの？もちろんわからないさ。それに君が頼りたいと思う人は他にちゃんといるのかもしれない。でも転がっている岩は一つだけじゃないんだろ。俺たちにも任せられるようなそんな手頃なサイズの岩はないかな。そんなの。ロイド、ハロルドさんが見えたみたい。そちらにお通しするわね。いや、そのなんだったらクローゼットの中に隠れてるか。なあ、こちらにお通ししてくれ。ええ、ちょっと待っててね。失礼します。あ、コリン、よかった、本当によかった。あら、レンちゃんは？ああ、ちょっと事情があってね。そこのクローゼットに隠れてる。え？またどうして？なんか事情がありそうだな。皆さん、本当にありがとうございました。なんとお礼を言ったらいいか。このご恩は決して忘れません。そんな、どうか頭を上げてください。その、私たちも任務でコリン君を探しただけですし。
いいえ、いいえ、皆さんが見つけてくれなかったら、コリンは、この子は、本当に、本当によかった。大丈夫。もう大丈夫だから。どうしてそこまで。コリン。あれ？どうしてパパとママがいるの？コリン！よかった。本当にダメだぞ。ママたちに心配をかけたら。あのね、とっても楽しかったの。ミッシーの車を追いかけて、知らない友達もいっぱいできて、かくれんぼして、荷物ばっかりの車に乗ったら真っ暗で、お外に出たらすごく綺麗で、黄色い蝶々を見つけて、それでね。あれ、スミレ色のお姉ちゃんは？スミレ色の？お姉ちゃん？うん。あのね、とっても強かったの。優しくって、いい匂いがして、それでね、パパと同じスミレ色の髪をしてたんだよ。その娘さんというのは？その、コリン君を探すのを手伝ってくれた女の子なんです。外国の旅行者みたいで、身元はちょっとわからないんですが。そうだったんですか。そんなことって。お姉ちゃん、また会いたいな。そしたらもう一度、遊んでもらって。ゴリン。また寝てしまったか。よかったらそのまま寝かせてあげてください。こちらは大丈夫ですから。ありがとうございます。本当に何から何まで。しかし、私と同じ髪の色の娘さんか。これもエイドスとあの子のお導きかもしれないな。ええ、私もそう思います。その、何か事情が終わりみたいですね。ああ、いえ。あなた、私は大丈夫です。ここまでしていただいたのですから、少しは事情をお話ししないと。そうだな。私たち夫婦には、かつて娘が一人いました。もう、7年以上前のことです。その、いたというのは、やはり。はい。不幸な事故で、いえ、事故ではありませんね。あの子は、私たちが殺したようなものだったんです。え？そいつは。8年前、駆け出しの貿易商だった私は、拡大するクロスベルの貿易市場で、なんとか勝ち残ることに必死でした。その結果、共和国方面の危険な相場に手を出してしまい、多額の債務を負うことになったんです。幼い娘を連れながらの逃亡生活。逃げども債権者に追われ、私たちに安住の地はありませんでした。このままでは悪名高いマフィアが出張ってきてしまうかもしれない。それを恐れた私たちは娘を古い友人のところに預けました。共和国に住む信頼できる友人です。すべて借金を片付けて、完全に身ぎれいになったところで、娘を迎えに来るつもりだったんです。幸い、頼りになる先生の助言で、私たちは債務を整理することができました。コネやツテを生かして事業を立て直し、死に物狂いで働いて、なんとか1年で、借金の全額を返済することに成功したんです。これでやっと娘に会える。また一家三人で暮らすことができる。そう思って、娘を預けた友人のもとを訪ねたら、不審火だったそうです。その頃、組織だった放火強盗事件が共和国方面で頻発していたらしく、私の友人宅もその被害に遭いました。友人宅は郊外にあったため、当局による発見も遅れて、そして、預けていた私たちの娘も、それに巻き込まれていました。私たちは半狂乱になって娘を探しました。ですが、
遺体の状況はどれもひどく、結局家にいた全員が亡くなったという検視結果しか伝えられませんでした。私たちの娘は、何者にも代え難い大切な宝物は永遠に失われてしまっていたんです。もう私たちには絶望しか残りませんでした。あの子を死の運命に追いやりながら、何のために生きているのかもわからず、このまま夫婦二人で心中しようかとまで考えましたが、そんな時にわかったんです。妻がコリンを、あの子の弟を身ごもっていることが。現金なもので、それが分かってから私たちは生きる気力を取り戻しました。二度と失敗しないような手堅く誠実な商売だけを心がけて、そうしてコリンが生まれ、私たちは徐々に立ち直っていきました。ですがその間、私たちは目をそらし続けていたんです。自分たちの不甲斐なさのせいで、娘を亡くしてしまった痛みから、私たちが犯してしまった罪から。これが私たち夫婦が背負った罪です。すみません、長々とつまらない話を。そんなことか。その、何と言ったらいいか、因果な話っすね。ですが、この子が大きくなり、娘の面影を次第に見せるようになるにつれて、いつしか私たちは罪悪感に苛まれるようになりました。あの小さな手を手放さなければよかった。苦しくても辛くても、親子で一緒にいればよかった。そんな後悔ばかりをするようになっていったんです。そこで私たちは改めてこう思い込むことにしました。コリンを授かることができたのは、亡き娘とエイドスが導いてくれたから。だからこそ私たち一家は絶対に幸せにならなくてはならない。それが娘に報いることができるたった一つの方法なんだと。身勝手な理屈なのは百も承知しているのですが。ハロルドさん、それもまた一つの考え方ではないかと。ああ、変に悔やんで立ち止まるよりはるかにいいぜ。ありがとうございます。しかし不思議なこともあるものですね。コリンを助けてくれたお嬢さん、私と同じ髪の色だったそうですが、あの子も亡くなった娘も同じスミレ色の髪だったんですよ。あ、それで、まるであの子が天国からコリンを守ってくれたみたいで。あの、皆さん、そのお嬢さんを見かけたらどうか連絡をいただけませんか。改めてお会いして心からのお礼をお伝えしたいんです。わかりました。もし連絡がついたら必ずあの子に伝えておきます。帰ったよ。もう出てきても大丈夫だ。あ、レンさん、よかったのか。追いかければまだ間に合うと思うけど。いいの、レンがこの町に来た理由、その一つが亡くなったから。そっか。そんな、本当にそれでいいの？レンちゃん、どう考えてもあなたは。やめとけや、お嬢。世の中には、真っ当な人間には想像もつかない事情だってある。他人が口出せることじゃねえ。それは、私も同感です。そんな顔をしないで。ありがとう。お兄さん、レンの帰り道を邪魔している。いくつもの大きな岩、その一つを取り除いてくれて。そっか、力になれたのなら光栄だよ。お姉さんたちも感
感謝しているわ。今日のお礼はいずれちゃんとさせてもらうかな。だから礼はこれで失礼するわね。な、本当に良かったの？追いかけて保護しなくて。ああ、もちろんそれは考えたけど、でもそれは俺たちの役目じゃない気がしたんだ。ロイドさんお得意の推理ですか？いや、推理というか。ごめんください。今のは一階からみたいね。あら、君たちは。こんにちは。いきなりごめんね。連絡もなしに訪ねちゃって。お邪魔かと思ったんですけど、至急確認したいことがあって、少しだけお時間をいただけませんか？それは構わないけど。一体全体何の話だよ。シュバルツオークションの件についてでしょうか？あれはちょっと保留中っていうか、それよりも今日の午後、ロイド君がある人物と一緒に歩いてたって目撃情報を聞いたんだけど。ある人物？スミレ色の髪の女の子だよ。多分白いドレスを着ていたと思うんだけど。それってレンちゃんのことよね？やっぱり。ちょっと待ってくれ。あの子、君たちの関係者だったのか？ああ、そうなんだ。僕たちも数ヶ月ほど顔を合わせていないけど、でもやっぱりまだクロスベルにいるんだな。エステル？大丈夫。安心したら気が抜けちゃって。よーし、こうなったら容赦しないわよ。徹底的にマークをかけて絶対にとっ捕まえてやるんだから。おいおい、あの嬢ちゃんも大人気だな。ヨナといい、すごいモテっぷりですね。まさかあの子遊撃士ってわけじゃないよな？さすがに若すぎるし、いろいろ危ないこともしていそうだし。うん、遊撃士ではないかな。でも私たちにとっては身内同然の大切な子よ。この半年以上ずっとあの子を追っていたわ。あの子を捕まえて一緒の家族になるために。家族？それは深い事情がありそうですね。そりゃあもうすっごく話が込み入ってまして、クロスベルに来てからは私も一通り知っちゃったし。ほら、君がそこでへこたれててどうするのさ。ヘイワース夫妻の情報も集まったし、あの子の心を開かせるんだろ？うん、そうよね。ヘイワース夫妻、ハロルドさんたちのことか？え？なんでロイド君たちがその名前を知ってるわけ？いや、それはこちらのセリフなんだけど。どうやら今日の出来事を一通り説明した方が良さそうね。そういうわけで、ちょうど君たちと入れ違いで、あの子は帰っていったんだけど。エステル？やだな。どうしてこんな。エステル。ごめんね、ヨシラ。それに、ロイド君たちも。でも私、なんて言ったらいいのかわからなくて、捨てられたんじゃないって。ちゃんと愛されていたんだって、あの子がやっと。辛くて悲しくて、優しい真実にちゃんと向き合うことができて。辛くて悲しくて優しい真実。ハロルドさんたちの話か。いくつもの悲しい偶然と誤解があったんだ。その結果、とても過酷な道を歩いてきたあの子は、自分自身を騙すことにしてしまった。パテルマテルを作り出すことで真実を突き止めることを放棄したんだ。でもそれは無理もない話だった。なるほど、幼いがゆえの自己防衛か。ですが、
それでは前に進めません。それどころか帰るべき場所にも帰れない。だからこそ僕たちは彼女が真実に向かい合える勇気を持てるように手助けするつもりだった。調べた限り真実は悲しかったけれど、そこには確かな愛情もあったから。だからきっと今の彼女なら乗り越えられると思った。でももうその必要はないみたいだね。ああ、少なくとも彼女は全てを理解したみたいだったよ。そうか、ありがとうロイド。それに支援課の皆さんもなんてお礼を言ったらいいか気にしないでくれよ。成り行きみたいなものだったし、あの子には世話になったからさ確かにそうね。うん、決めた。最大の障害がなくなった以上、もう手加減してあげないんだから。見てなさいよーレン、このまま外堀を埋め尽くした上で絶対にうちの子にしちゃうからねすごいな。いやー、なんだか知らんが、それでこそエステルちゃんだぜ。なんというか眩しすぎます意気込みは買うけどね、調子に乗った時のエステルほど怖いものはないからな任せなさいっての。ロイド君、エリーさん、ティオちゃんにランディさんも、改めて私からもお礼を言わせてください。本当にありがとうございました。エステル、エステルさん、今後僕たちの力が必要ならいつでも遠慮なく言ってほしい。もうお互い警察とか遊撃士とかわだかまりなんてないだろうしね。うんうん、全力で協力させてもらうわわかった。いざという時は本気で当てにさせてもらうよ。いやしかし昨日の話はすごかったな。あの二人どんだけ修羅場をくぐり抜けてんだよって話だぜ。リベールの異変についてはいろいろと話は聞いていたけど、真相はそれ以上に驚くべきものだったみたいね。それに結社ですか、最先端技術でエプスタイン財団や ZCF を超える勢力があるというのは噂程度には耳にしていましたけど、まさかそのような規模で本当に実在していたなんて。ああ、正直実感は湧いてこないよな。まあヨシは曰くクロスベルに結社の手はほとんど及んでいないって話だけど、もしかしたら帝国と共和国の目が他より厳しいからかもしれないわね。両国の諜報関係者も多く入り込んでいるでしょうから、尻尾をつかまれたくないのかも。それはそれで全然嬉しくない話だな。謎の結社か、大国の諜報組織か、はたまた巨大な犯罪シンジケートか。ま、どれも厄介なのは変わらねえか。ですね。チュアース、ライムス運送会社です。あなたは昨日の運送会社の。いや、昨日はお疲れ様。でもよかったよ、あの子が無事見つかって。親御さん心配してただろうそれはもう。あんたの方は会社にどやされなかったか。ああ、配達が遅れたことは警備隊の人に文句言われたけどさ、親父、社長の方からはそこまでお咎めはされなかったぜ。ま、ちゃんと社内をチェックしろって一発原稿はもらっちまったけどさまあその程度で済んで幸いだったかもしれませんね違いない。おっと、昨日の確認をしに来たんじゃないんだ。あんたたちにお届け物だよ。警察本部からですか。いや、なんでも朝一番で速達で入ったらしいけど。はい、これ受け取って。これは随分小さなものだけど。
それじゃ確かに渡したぜ。配達があるんで俺はこれで失礼するよ。おう、お疲れさん。また迷子に忍び込まれないよう気をつけてください。肝に銘じとくよ。それで結局誰からなんだ。差出人の名前があるキティからみたいだ。え、レンさんから。昨日のお礼にそのカードをプレゼントするわ。面白い出物があるみたいだから覗きに行こうと思ってたんだけど、お兄さんたちに譲ってあげる。有効に使ってちょうだいね。シュバルツオークションの。どうしてあの子がこんなものを。確か各国の VIP にしか送られない招待カードだったよな。それ以前にどうして私たちがこれに関心を持っているのを知っていたんでしょう。あの子に関しては深く考えても仕方なさそうだ。それよりこのカード本物だと思うか。そうね、高級感のあるあつらえといい本物である可能性は高いと思うわ。金色のバラの刻印、本物の金箔が使われていますね。本日夜7時、保養地ミシュラムのハルトマン議長邸にて開催。なあみんな、課長にはあんな風に釘を刺されたばかりだけど。皆まで言わないでロイド。ま、スエゼン食わぬはなんとやらってやつだな。課長が今日も本部に出ていて幸いでした。みんな、いいのか、俺のわがままに付き合わせる形になると思うんだけど。勘違いしないで。私はある意味あなた以上にシュバルツオークションに興味がある。私の属していた世界に近い人たちが集まるみたいだし。私は純粋にオークションへの好奇心ですね。レンさんが言っている面白い出物というのも気になります。ま、俺はゴージャスでセレブなパーティーそのものに興味があるな。うまいもんを飲み食いしてセレブで高めなお姉さんともお近づきになれるチャンス見逃す手はねえだろうが。みんな、今日は最終日だ。昼までに一通り仕事を片付けて港湾区の水上バス乗り場に行こう。本当にオークションに潜入するかミシュラムに行って考えたい。ええ、わかったわ。そんじゃ、残った仕事をとっとと片付けるとすっか。一応、新しい依頼がないか端末もチェックしましょう。